シトノエルのジャンプシーンモーションを見るたびに某同人格ゲーを思い出して懐かしい気持ちになります。確かにね。まあなんつったっけあいつ、名前が出てこね、ちびうさじゃなくて、あれ名前なんつったっけ、あ出てこね、あいつなんつったっけ、冬があってさ、ジャンシーが横と下の3ヒットのやつ、名前が出てこね、あいつなんつったっけ、じゃあ EFZ のキャラで調べるか、なんつったっけあいつ、あ、アンノウンだ。そうだ、アンノウンちゃんだ。アンノウンってさ、アンノウン表記だったっけ、そのまんま。あ、あれだ。大抵俺らあれだ、ちびみずかって言ってた気がするわ。ちびみずかって言ってた気がする。まあいいや、はい。確かにね、あいつのジャンシーに結構似てるんだけど、まああの、人の色のドット書いたのが、ベンジェンス白鳥一本勝負なんだけど、多分白鳥くん、EFZ 知らない気がするから、たまたま被っちまっただけな気がするな。はい。ね、という感じです。そうですね、エターナルファイターゼロ、確か EFZ をエボノサイドで開催予定じゃなかったっけ。あれ結構おもろいゲームなんで、なんだろうね、こうガチモンの同人ゲーなんであんまり人に勧めにくいんですけど、結構おもろいっすよあのゲーム。私も結構やってたんで、ぼちぼちにやってた。なんなら 1.10 の調整のまとめをしていたのは私なので、開発にも関わっていた。今の PC でできる？いや、一応できる、できる。確か前配信でやったような気が、やってねえか。うん。のですが、そうですね。まあ、EFZ の思い出でも話す。エターナルファイターゼロの思い出。前の EX じゃないや、RF 古月のダメージが850なのが8500になっていた思い出。丸が多いわ、っつって。850ダメージのさ、攻撃がさ、中段で飛んでくんだけど、当たると8500減るの超好きなんだよね。ピーンチョチョン !KO! お、死んだわ、みたいな。あれ超好きだね。むちゃくちゃだろ。あれと、名前が出てこね。サユリン。サユリの上の名前なんだっけ？何サユリだっけ？倉田って言うとなんかちょっとドスコイ駒投げキャラクターみたいになるけど、あのさゆりさん、初期のさゆり超好きだわ。クソほど弱くて、めちゃくちゃ弱くてさゆり超好きですね。弱すぎてみんなあの使ってたからね、なんとかならんかなこのキャラみたいな。有名なのがあの倉田さゆりだけあのシステムが一つ実装されてなくて、なんだろうな、こうロマンキャンセルがあるのよ、ゲーム的に。で、まあ、ゲージいっぱいの時のロマンキャンと、ゲージ半分のロマンキャンセルがあって、まあ、大体ゲージ半分のロマンキャンセルで遊ぶゲームなんだけど、サユリだけゲージ半分のロマンキャンが実装されてなくて、超ハンデマッチなんですよ。プラスっていうか、まあ、それで単純に弱いんだけど、ずっとサユリ使ってたサユリ使い一方の人が、半分でロマキャンできんのっつって、あのシステム知らなかった話超好きなんだよな。こんなかわいそうなやつがこの業界にいたのかっつって、みんなね、涙なしでは語れなかったわ、あの話。お前もしかして知らなかったのか、他のキャラクターが、いやなんかみんなすげえめっちゃロマキャン回してくると思ってたけど、なんか俺だけ回せないの俺のせいかなってすげえ思ってたよみたいな話超好きでさ、どんだけ悲しんでんだよみたいな。あのインスタントチャージって言うんですけど、まあ、ロマキャンみたいなね、システムがあって、一人だけね、クソほどハンデを背負ってやってるって話、超好きです。はい。まあ、EFZ も完全に現役とかは引退しちゃってるし、最後のバッドムーンエディションかな、じゃないや。ん？バッドムーンエディションの後のまとめてるやつがメモリアルか。まあ、バッドムーンからもやってないんで、相当
引退組、無印 EFZ ぐらいしかできないんで、まあ弱いんですけど、結構おもろいんで、まあ手に入れる方法ない気がしますけど、よかったらやってみてください。お便りいただきありがとうございます。